はい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 、はい、今はみんな大好き世界の小原に髪の毛をセットしてもらっています。世界の小原ですか。後ろ髪傷んでんだよな。世界の小原はですね、はい、セットがうまいんですよね。うまくないですよ。あら、大西さんこんにちは。大西さんこんにちは。大西は大西で世界の岡本にセットしてもらってます。あ、そうなんですか。岡本さん、今日の意気込みは何ですか。意気込みは何ですか。ここはリリーで俺絶対嫌か。ホース初リリーで緊張しますね。ちょっと顔をこっち向かしてもらって、めちゃめちゃ真剣にやってもらってるんですよ。あーもうね、お帰りなさい。ちょっと問題な、無理しないように頑張っていきましょう。これからも、これ俺も無理。いや大丈夫、俺も無理。俺も無理や。バッチング。愛せる。クワはあかん、絶対やったんでしょ。まだ横から攻めます。横から攻めてください。マイアミから横から攻めます。この仕事困ったら。バトルボイズ。笹原さん、笹原さん、なんかぴょんぴょんぴょん出てるんですけど大丈夫ですか。そのぴょんぴょんあるんですけど、いや、ごめんなさい、ウインクいらないです。ありがとうございます。さくちゃん、ふい、もうすぐ樋口おんで、はい、来ました来ました、はい、樋口来ました。ちょっとなんか一つギャグをお願いします。はい、大喜利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 。じゃあお題どうぞ。どうしようかな。そのアイス使う、使う、そのアイス使えるで、アイス使う。うん、チョコチップ。じゃあ1回開けて、1回開けて、ちょっとNG ワードになることはやめてくださいね。よっしゃ、戻ってる、ドロドロ汚い。はい、はい、絶対にそんな食べ方はしないであろう。第18話。10個ってなる。いきます。はい、3、2、1。ファン増えただけやん。はい、はい、1。次2、2って絶対買うよ。終わった、終わり。ありがとうございます。着々とファン増やした。ちょっと今日樋口ちょっとあれですね、薬膳が高くなって見てるから。でもちょっと恐怖症じゃないですか樋口。樋口不調する。あ、もう恐怖症、もう今日いつもバリおもろいんですよね。そうなんです、樋口って。天気の子が多い。天気の子、あんまなんかみんな天気の子は多かったじゃん。あれはバリおもろい。樋口ボケるタイプになるんですね。いや、ほんまにそうなんですよ。なんか休暇中で帰ってきたらキャラ変してるから。なんかびっくりしましたよ。じゃあもう大西に叩き込まれたんやろうな、ほんまに。あ、じゃあ、まだこうくんってなんか何奈緒たちにも見せてなかった、なんやろちょっと遠慮しとった部分あったよな、今まで。でも最近ちょっと本性が出てきつつあって最高に面白い。ボケてもけど、ボケても使う、拾ってくれる大西がおると。確かに大西は何言っても拾ってくれる。え、大西拾うか。え、何言っても拾ってくれる。いや、特にタイタイな、めちゃくちゃ拾ってんだよ。タイタイはな、もう拾わんかったらもうな、あの人な、すごいよね。すごいからな。すごいよね。ええ人で喋っとんちゃう、あの人な。小原くんも最近樋口にいじられだして。樋口でもいじる。樋口いじるやん。もうだって写真送ってモテるやん。あ、お前、ちょ、皆さん聞いてください。ちょ、聞いてほしいんですけど、樋口くん、ブログにゴリラの写真載せて。そうですね、青の大きいゴリラの写真載せて、これ小原くん、浩平くんに似てるとか思ってないです、丸みたいな。でもな、さっき言わせてください。一番最初に送ってきたん、すんません。彼です。え、髪崩していいですか。いや、もう僕ちょっとユニバにね、こうくんと二人で行ってた時に、もう
見た瞬間、あ、え、小原、なんであそこにぶら下がったやろと思って、え、もうぐちゃぐちゃするえ、なんであそこになんか小原ぶら下がったやろなと思って、なんか大阪選抜のなんか、うん、青でなんかめっちゃ地元愛が強いなと思ったし、いや、俺そんな片手で、その街中ぶら下がらんなんか、めちゃこちゃぶら下がって、なんかバリエゴになっとったら、なんか帰るときにはめっちゃ赤いのにして、バリブチ切れしとったから、もう髪もグーっていい、え、小原ってあの時に、あの、何で切れとったの、あの、何あの、目赤になっとったけど、最後、あの、もう、じゃあ、その、ホラーナイトの演出な、お、雇われてたん、あれ、そう、演出で、あ、雇われてた、あ、いいのに、そう、いや、雇われてて、あそこにぶら下がっとった USJ で、あの、雇われてて、あの、時給1500円ぐらいなんですけど、ちょっと、あれ、ずっとぶら下がってたら、まず、あの、なんか、みんなで通ってきてくれて、一緒に記念撮影とかするんで、結構、そうなんですよ、1500円ぐらい、ちょっといい値段で、で、会いたかったら、そこに行ったらいいって、そうですね、あの、2番の、あの、青のゴリラちゃん、そうですね、そうあの、駅出たら、まあ、2番の方向に歩いていけば、そうですよね、小原がぶら下がってるんで、そうそう、いつ終わんねん、なんか動物園とかにもね、たまに出勤行ってるよね、なんか、はい、それマジのゴリラ、あ、すみません、マジのゴリラ、あ、すみません楽しい、あの、ぶら下がってるの、ちょっともうこれ焼いていいぞ